こんにちは、加藤由香です。あのですね、私たち去年はですね、写真展を5回やるという目標を掲げて活動していたんですが、今年はですね、私が作った過去の作品をですね、順番に写真集にしていこうという目標に設定いたしました。まあ、写真展もやるかもしれませんけどね。そうですね、できるやりたいですけどね。やりたいですね、はい。で、その今年入ってまず作る第1弾の作品がこちらです。はい、砂場の砂鉄2902という作品になります。こちらはですね、キャノンさんで賞をいただいた時に小さいね、写真集は一度作っているんですけども、中には持ってらっしゃる方が何人かいらっしゃいますね。何名かね、いてくださるんですが、もう少しね、大きいサイズでやっぱりきちんと本にして残しておきたいなと思いましたので作ってみることにしました。はい、それではこの作品の説明を紙芝居にしてお話ししていますので、紙芝居なんですか？はい、お聞きください。どうぞ。はい、それでは砂場の砂鉄2902、始まり始まり。この作品はキャノンフォトグラファーズセッションに参加して制作し、写真家の平間至さんからキャノン賞をいただいた作品です。撮影は2011年の秋頃から撮影した写真で構成されています。2011年に東日本大震災があって、その後東京の街が落ち着き始めた頃、なんとなくなのですが、また街を歩いて写真を撮ってみたい気持ちになりました。専門学校を出てからいろいろとあって、写真を撮ることをやめてしまってから数年ブランクがありましたが、再びカメラを持って街に出てみることにしました。だんだんと写真が増えていったある日、旦那さんが私の写真を見て、なんだろう、なんかいいよと言ってくれました。そしてフォトグラファーズセッションの応募を見つけて、この写真で応募することにしました。そしてタイトルを考えました。タイトルは、砂場で磁石を使って砂鉄を集めるように私がカメラを使って集めた写真たちという意味を込めて旦那さんが考えてくれました。ここに私が2902と付け足しました。当時住んでいた部屋番号へ、この部屋から街に出て私はまた写真を撮るようになったということを忘れないようにしたかったからです。賞をいただいた時に平間さんから、いい写真は生と死が同居している、加藤さんの作品からは光と影、喜びと悲しみ、撮る人の気持ちが伝わってくる、このような言葉をいただき、砂鉄のように集めた写真の中にこんなにたくさんのメッセージが込められていたなんて自分でも驚きました。そしてこの言葉をかみしめながら、自分にはこれからどんな作品が作れるのだろうかと、楽しみと不安が入り混じるような気持ちになりました。でもこの言葉をいただいたことは、その後の制作に大きな影響を与えてくれたのは間違いありません。そんな作品です。めでたしめでたし。加藤さん、それ水ですよ。ふーって言いましたけど。疲れた。はい、まあ、久々に紙芝居読んじゃいましたね。久々なんですね。そう、実はこれですね、2020年の多分6月とかぐらいに作って、はい、ね、一度それを撮影してアップはしていたんですよね。そうなんです、はい、覚えてらっしゃる方というか、ご覧になったことのある方ってほとんどいらっしゃらないと思います。ほとんどいらっしゃらないと思います、はい、日本一周の旅に出る前に YouTube の準備をして、うん、でまず私の作品をスライドショーにしてアップしたんですよ。はいはいはい。でそれだけだと作品のね、内容がよくわからなかったりするかもしれないから、どんな方が来ていただいても分かりやすくと思って考えたのが紙芝居というね、手法だったんですね。私驚きました。加藤さんが意外と絵上手なんでびっくりしました。そう、結構ね、頑張ってね、こう一回ね、鉛筆で描いて、うん、こう上からね、ペンでなぞってね、書いてて、でお話も何枚ぐらいになるか、うん、ちょっとこう最初にストーリーをこう分けて、それで、うん、イメージに合う絵をこう描いていくっていうような感じで、平間さん似てるで
しょ、うん、可愛いでしょ、はい、であまりにも自分の中ではよく描けたと思ったので当時平尾さんにこれ写真撮ってあの似顔絵描きましたって送って喜んで優しいから喜んでくれるんだと思うんですけど、ね、うん、苦笑いしながら喜んでくれましたねきっとね。そうなんです、こんな感じでね作ったんですよ。もうその眉毛ってあれですもんね、加藤さんですよね。ね、私の眉毛だよね、はい、こんな感じでね、今後作っていく作品も紙芝居がありますので順番にお楽しみいただければと思います。この流れですと次回は一蓮托生ですね。はい、そうです。ではそちらもご覧いただきます。はい、よろしくお願いします。